ご準備はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、それでは Your time starts now。 My name is Yusuke Takamiya from 王国は、よろしくお願いいたします。今回8年間熟成させた高級ダンテラムバカルディレートを使い、 BtoB というカクテルを創作しました。 BtoB とはバーテンダーとバーテンダーの略で、バーテンダーからバーテンダーへという意味です。また今回使用するバカルディレート、ブランデー、ベネディクティンドム、バルサミコビアンコのレディクションの材料全ての頭文字 B ともかけてネーミングしました。それでは B2B に込めた思いを説明させていただきます。アメリカの禁止法やキューバ革命などの苦難にも情熱を貫き乗り越えてきたバカルディ社は、2013年に何者にも負けず自らの情熱を貫くことを世界中のバーテンダーに訴えました。私たちの業界はこれから厳しくなっていくと言われてますが、ただ時代に流されるのではなく、私たちの手で時代を作っていきたいと考えております。私は誇りを持って働く全てのバーテンダーが強い情熱と仲間意識でつながり合い協力し合うことがバーテンダー業界のさらなる向上と繁栄の基盤になると考えております。この思いがカクテルを通じてバーテンダーからバーテンダーにつながっていくことを願い、このカクテル BtoB を創作しました。それではカクテルを作っていきます。まずグラスに蜂蜜を塗ります。蜂蜜をつけたところにバカルディ8の樽の木材に使用される多くの燻製用チップをつけます。オークとは奈良の木とカシの木の総称で、今回使用したのは奈良の木の燻製用チップです。きれいにつきましたらチャーリングし、飲む前に香りを楽しんでいただきます。木の香りの成分にはリラックス効果があり、飲む前にリラックスしていただくことがこのチャーリングの目的です。このデコレーションはバカルディ8の特徴である樽をイメージし演出しました。それではグラスに氷を入れ冷やします。今回のプロモーション活動で発信したかったことは、夢は叶うとは限らないけど挑戦していれば叶う可能性はあります。たくさんのバーテンダーが夢を描き、それに向かって挑戦していってほしいと願っております。バーテンダー一人一人の一つ一つの積み重ねが僕らの未来につながっていくと信じております。また今回のプロモーション活動でとても印象的だったのが、若いバーテンダーの方たちが目をキラキラと輝かして話を聞いてくれたことです。そういう若い目を探していってあげることが私たちの業界の繁栄につながっていくと信じております。それでは材料を加えていきます。バカルディ8には苦難を乗り越える情熱と不屈の精神を込めました。ブランデーにはバーテンダーの誇りを込めました。
ベネディクティンドームには先輩たちが築き上げてきた歴史と技術の継承を行いました。バルサミコビアンコを半分まで煮詰めたレディクションにはバーテンダー業界の繁栄を込めました。それではステアしていきます。過去にバカリティ社は1890年代と1920年代に絵はがきを使った革新的な販売促進キャンペーンを行い、国外にバカリティラブを PR しました。私が世界中を回り思いを届けることは難しいですが、カクテルは絵はがきと同じく世界中を旅することができます。このカクテル BtoB が私の思いを乗せ世界中を旅することを願っております。最後にオレンジビールをスプレーし飾ります。たくさんのバーテンダーが苦難を乗り越え自らの夢を叶えることを願っております。 BtoB です。どうぞお召し上がりください。ありがとうございました。審査員の最後です。